ニルアドミラリの天秤帝都原爆期間は、オトメイトより2016年4月21日に発売された、プレイステーションビータ用、女性向け恋愛アドベンチャーゲーム。略称は、ニルアド。帝都大震災を経た、大正25年の帝都という架空の大正時代や、東京を舞台として、ある事情から、帝国都市情報資産管理局、通称フクロウで働くことになった。 主人公と6人の男性たちの間で紡がれる愛と裏切りの物語を描く。2016年8月13日14日に開催されたオトメイトパーティー2016にて続編の発売が発表され、2017年9月21日には続編ニルアドミラリの天秤黒百合園洋誕が発売された。2018年5月10日、本作と続編を一つにまとめ、 追加要素も盛り込んだ、ニルアドミラリの天秤彩りなデシコが、ニンテンドースイッチにて発売することが発表され、2018年9月20日に発売された。2018年11月1日から舞台版が上演された。時は、大正25年。没落の一途を辿るクゼ家の霊場である、主人公、クセツグミは、家のために結婚を決意するも、弟、 日滝の事件によって特殊な光、アウラが見えるようになってしまう。弟への食材の気持ちやアウラを見る力を活かすため、つぐみは帝国図書情報資産管理局、通称、フクロウで働くことを決める。名前には鳥の名が含まれている。ニル・アドミラリの天秤帝都原枠期間を原作としたテレビアニメ、ニル・アドミラリの天秤が 2018年4月より6月まで、東京 MXBS 富士他にて放送された。ナレーションは、下野博士が担当する。放送開始前週には、全曲で特別番組が放送された。舞台、ニル・アドミラリの天秤というタイトルで2018年11月1日から11月11日に、全老祭ホール、スペースゼロで上演。脚本、演出は、 菅野慎太郎が担当、ニルアドミラリの天秤に関するカテゴリー、ありがとうございます。